カテブヤシーンはアルジェリアの作家。日本語ではカテブヤシーヌ、カテブヤシンの表記もある。アルジェリアを代表する作家の一人。フランス植民地時代のアルジェリアのコンスタンティーヌでケブルート族として生まれる。父はムスリムの弁護士であり、アラビア語の教育を受けた後、父の転勤が原因でフランス語系の学校へ転校する。コレージュドセティフ入学後の1945年。 アルジェリアの民族運動の高まりにより起きたコンスタンティーヌの暴動に参加して逮捕される。この事件で野心の親族に犠牲が出たため母が発狂し作風に影響を与える。逮捕後に創作活動を始め、諸女死臭、一人ごとを発表。日刊誌の記者や肉体労働者などを転々としつつフランス植民地時代を舞台とした小説、ネジマを発表し、 高く評価される。ネジュマとは、アラビア語で、星を意味する。アルジェリア戦争中は、ヨーロッパ各地を放浪し、劇作集、報復の間を発表。アルジェリア独立後は、祖国とフランスを往来する生活を続けながら、星型の多角形を執筆する。後年は揚曲を中心に活動し、ホーチミンを題材とした、ゴムサンダルの男、アラビア語による、ムハンマド。 お前のスーツケースを取れ侵略者に対するアルジェリア人を描いた2000年戦争などを発表した。息子のアマジーグカテブはフランスのレゲエバンドグナワディフュージョンのボーカルを務めていた。また、俳優のレダカテブの王子にあたる。ありがとうございます。